ウェブブラウザ、また、それを開発していた企業の名前である。クロミウムを元に開発され、SNS に特化していた。ロックメルトは、ブラウザ黎明期に、大きなシェアを持っていた、NCS サモザイクやネトスケープの生みの親である、マーク・アンドリーセンなどにより支援されていた。SNS を一括管理できるブラウザであり、最後のベータ版は Facebook に登録しているものが、 公式サイトに申し込みをすることでのみダウンロードできる形となっていた。その他ツイッターも管理できるようになっていた。また、ロックメールトは、Chromium というオープンソースで開発された、ウェブブラウザを元に開発されていたため、Google Chrome の拡張機能全般が導入可能だったが、動作保証などはされていなかった。独自機能としては拡張機能とプラグイン情報を 表示する部分と同一部分にフィード情報が表示できた。2013年4月にサービス終了し、8月に米ヤフーに買収された。アメリカ合衆国カリフォルニア州マウンテンビューに本社を置く企業。いくつかのベンチャーキャピタルから投資を受けロックメルトの開発事業を行っていた。ありがとうございます。